ウォルター・ウィザーズはイギリス生まれのオーストラリアの画家である。オーストラリアにおける印象派の画家のグループ、ハイデルバーグパのメンバーの一人ともされる。バーミンガムのハンドワースで生まれた。イギリス時代の仕事などは知られていない。農業で働くために27歳になった1882年にオーストラリアに移住し、18ヶ月ほど農園で働いた後、 メルボルンに移り印刷会社のイラストレーターの仕事に、月、単色の似顔絵などを描いた。余暇に絵画の修行をし、メルボルンの展覧会に出展が認められるようになった。1887年にヨーロッパに戻り、結婚し、パリに住み、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで数ヶ月学んだ後、1888年6月にオーストラリアに戻った。 版画出版業者から依頼を受けて、死体を描き、著述家フィンのメルボルンの年代記の挿絵も描いた。メルボルン郊外の旧屋や,やら川の対岸のイーグルモントに住み、当時のオーストラリアを代表する画家たち、アーサー・ストリートン、チャールズ・コンダー、トム・ロバーツ、フレデリック・マッカビンらと友人になった。オーストラリアに不況が訪れ、イラストレーターの仕事は失った。画家。 美術教師として働き、パーシー・リンゼー、パーシー・リンジーらの若いオーストラリアの画家たちに影響を与えた。1897年にリチャード・ウィンの寄付で、その年の最も優れたオーストラリアの風景画に贈られるウィン賞が設けられ、その第一回の受賞者になった。1900年にもウィン賞を受賞した。百八十九年からビクトリア芸術家協会の評議員に選ばれ、 1905年には一年間会長を務めた。ありがとうございます。